まやです。今日の動画はグレール浴衣紹介。毎月私グレールの購入品紹介動画を出してるんですけど、もう5月ということで今月末ぐらいからね、なんか花火大会とか始まるところとかもあるらしいから、ちょっとグレールの浴衣ってどうなんみたいなこと思いまして、5月編はちょっと人気の浴衣3種類買ってみたので、そちらのレビューをしていきたいと思います。簡単な着付けの方法とかもやっていくので、夏を楽しむための準備動画ということで、最後まで楽しんでもらえればなと思います。では早速いきましょう。まず最初に紹介するのがこちらの浴衣、水彩ひまわり浴衣セット3999円で買いました。4000円で買いましたよ、浴衣を。これなんか私が見た時ランキング上位で再入荷待ちみたいになってて、結構かかるかなと思ったんやけど、意外と早く到着しました。帯と浴衣が入っております。で、着付けに用意するのはこの浴衣と帯はもちろんやけど、ラテ締め紐2本、帯板、和装用クリップ、洗濯バサミでも代用可能が最低限必要らしいんですけど、大丈夫。私去年この浴衣と帯とあと紐2本だけでやりました、着付け。だから紐って言ってもこのさ、これ今ちょっとヘアバンドをかけてるんですけど、このショッパーとかについてくるようなこの紐あるやん、ああいうのでやってました私。もうこれでやってた去年。ちょっとおすすめはしないんですけど、最悪もう枯れなくてもうほんまにピンチでも浴衣は着たいみたいな時に使えそう感じで、やってたんですけど、今年はそういうわけにはいかへん、さすがに動画にするのでそういうわけにはいかないということで、こちらグレールで今回購入しました。なんか4点セットみたいなやつ、去年は1600円ぐらいやった気がするんですけど、今年は1000円ちょいとかで売ってました。前板マジックベルト、腰紐着付けベルトの4点セット、このそれぞれの使い方とかもね、色のサイトとか見てちょっと勉強してきたので、一緒に着付けていこう。あと私もうさっき中に着てしまってるんですけど、インナーに関してはグレールでも1299円で浴衣用スリップが売ってたので、これでもいいんですけど、私は浴衣の時期しか着いひんし、それに1000円ちょい払うのもったいないから、ペチコートを毎年着てます。私も今着てるんですけど、これユニクロのペチコートです。グレールとかにもペチコート売ってるのでそれでもいいと思うんですけど、ペチコートを中に着て、ペチャ汗かきすぎちゃう、ペチコートを中に着てから浴衣を着るようにしてます。この部屋めっちゃ暑い、なんか撮影するからさ冷房消してんけどさ、今日めちゃくちゃ暑いんですよ。ペチコートを着た上でこれを用意したら早速着付けることができるということで、やっていきましょう。はい、ということで早速着付けていきたいと思います。服装をくるぶしあたりで整えて、この左側が前に来るようにします。先に右側をこうやってやるんですけど、この時にこうやって下になっちゃうと着崩れて見えちゃうので、ちょっと上に上げておくのがポイントです。で、前に持ってくる。で、この前幅を合わせたら紐で結びます。まずリボン結びをして、リボン結びしたらこうやってなってると思うんですけど、このリボンを1個取ってしまってきつく引っ張る。で、中に入れます。で、この紐なんですけど、ちょうどおへその位置で紐を結ぶようにしてください。ちょっとさ、髪の毛結んでもいい？ちょっと結びます。前髪すみません、ちょっと仕込ませてもらいます。で、紐をおへその位置でつけました。じゃあもうほぼ完成ですね。このさ、脇のところ空いてるじゃないですか、そこから手をこうまず入れて、こうトントントンってします。トントントンって、トントントン、トントントン、トン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 と、後ろもトントントンってした後、スーッとトントントン、さーってこうなぞると、ここが綺麗になるのでおすすめで、そのまま前に持ってきて前側も整えてあげる。ここの部分をね、おはしょりっていうらしいんですけど、前側と後ろ側両方おはしょりを整えます。で、おはしょりができたら、この首元、首元を抜きます。ピチってやってもダサいし、ダラーンってなっててもちょっとだらしなく見えちゃうので、拳1個分ぐらいを目安に抜く。で、ここの真ん中に線が入ってると思うんですけど、これを脊髄に合わせて、脊髄に合わせてまっすぐなるように、こうね、私の骨は肉厚すぎてわからんな。拳1個分とこの線と背骨を合わせます。はい、こんな感じで合わしたら、このベルトを使います。ベルトない人は全然紐でも大丈夫、紐の人はさっきの紐と同じぐらいのところで結んでもらって構わないんですけど、このベルトになってる人はサイズが調整できるので、自分の肩幅ぐらい、肩幅ちょい狭め、肩幅ぐらいかな、長さを調節してください。これ調節できるので、これぐらいかな。はい、で、調節したら左側を中に入れて、この下のやつのところに留めていきます。これをね、クリップカチャッと開けて、この下の部分、見えないところやったらどこでもいいんですけどに、
ててカチャってするらしい。じゃあつけたらこの手入れたところから出して一周回してこっち側でパチッと止める。ちょっとでかいか、肩幅よりやっぱちょっと狭めやな。サイド整えていいね、こんな感じ。え、めっちゃいいやん。どこが？で、もう一回整えます。後ろ側とかね、特に一人でやるときはシワになりがちなんで、ピシッピシッと整えてあげてください。そしたらこのマジックテープで固定していきます。これ別に私毎年やってなかったのでなくてもいいと思うんですけど、より着崩れをしないために使うらしいよはい、こんな感じでマジックテープを留めただけです。上にベルトをつけたところを上からマジックテープで留めました。はい、でこのおはしょりが地面と平行になって、この縫い目とかと合うようにするといいらしいです。じゃあ次、帯に行きたいと思います。あ、なるほど、めっちゃ楽なやつや。こう刺す、これ刺すだけのやつやった。でこの帯は両端に紐がついてるタイプ、めっちゃ簡単。これをマジックテープ隠す感じで巻いていきます。すごいなんかクシュクシュあるからさ、ボリューミーに見えんな、めっちゃ。で一周回したらここで紐止めます。これもリボン結びで中に入れる。じゃあこの作り帯を背中にぶっ刺していくんですけど、この帯だけにぶっ刺すとペロペロしちゃうので、中の紐たちと一緒にぶっ刺すといいよっていう感じ。秒でできました、簡単。ちょっと届きません。であとはちょっと整えてあげたら、最後にこの帯板、このなんか穴の開いた板があるんで、帯のところにこれを入れてあげると形が綺麗になるよっていう感じですかね。どうなの、このシアの時っているんかな。これできました。でこれでもいいんですけど、このへこ帯も今回購入しました。ラメシアへこ帯1499円。色展開めちゃくちゃあって14色あるんですけど、私はピンクグレーを今回購入しました。このままでも全然可愛いんですけど、これつけた方がより可愛くなるかなと思って。これめちゃくちゃボリューミー、めっちゃ華やかになりそう。これをまずその後ろ上に入れたいので、この時点でも上に重ねて一回結んで、こうちょっと適当すぎ。こんな感じのリボン作ったらほっ、はい、こんな感じでできました。で去年買ったこの紐、これね多分シュガーで買ったと思うんですよね。去年も浴衣シュガーで買ったんで、その時に一緒に買ったと思うんですけど、この紐とかつける紐とかあればよりなんか豪華に見えるかなと思います。え、めっちゃ可愛いねんけど、ちょっと前髪がすごく気になるんですけど、撮ります。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと髪の毛上げてきまーす。はい、結んできました。前髪さ、汗でやられてさ、何も変わってない。最悪あの時間何？全身はこんな感じでございます。どうですか？ちなみにこのカゴもグレールで購入しました。ラウンド巾着カゴバッグ1999円のブラウンでございます。こういう丸っこ丸っこの形になってて、中に巾着が入ってるかな。中はこんな感じで結構入ります。後ろはこんな感じ。うまくいったんじゃないでしょうか。どうどうどうこの浴衣3999円ってやばくない？ちなみに去年2万弱ぐらいでこういう浴衣を購入しました。もうなんかほぼ柄同じやんみたいな感じなんですけど、違うんです。今回はねこのひまわり柄にしたんですよ。ひまわり大好きやからひまわり柄にしたんですけど、去年はねこういうお花柄の淡いオレンジっていうのかな、淡い黄色クリーム色みたいな感じの浴衣を着てました。写真あるから、写真やったらこんな感じ。帯はこういう感じのクシュクシュの帯を使ってやってます。だから去年のやつとか使っても可愛いかなと思うんですけど、去年はこれを買ったんですよ。ただ私粗品大好きやね。薄さとかも全然変わらへんというか、もうこっちでもインナー必須やったし、まあその高級感とか言われても私には分からへん。まあ正直変わらん。しかもグレール今見たらめちゃめちゃいろんな柄発売されてたんで、まず気に入る柄があれば試してみるのもありかなと思いました。え、もうさ、幸先良すぎへん？めっちゃ可愛くない？私どう？むちゃくちゃええやん、ほんま。ちょっと今回タイプの違う3種類を買ってみてんやんか。なのでちょっと後でね試してみようと思うんですけど、1着目はこんな感じでした。
次はこちら。私がこの青色を試そうとしています。花柄浴衣セット3999円のアイボリーを今回購入しました。これもね、人気商品で出てました。まあ、これも普通に浴衣と帯が入ってますね。ということで早速着ていきたいと思います。はい、着替えました。全身映ってなかった。こんな感じ。後ろはこんな感じです。どう、イケてる？今までちょっと青色を下げてきたんですけど、こう見たらまだマシじゃない？そんな全然似合ってんやんって感じではなくない？どう？私今回はグレイルで髪飾り買わなかったので三つ編みしかしてないんですけど、めちゃでかいさ髪飾りとかつけたらめっちゃ可愛くなると思う。夏のさ、なんか暑い時のこういう涼しげな色ってめっちゃ良くない？こっち系の浴衣見たらさ、あれ思い出す、バックナンバーのさ、水色のチャチャラチャラタララ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 ラちゃうな。この PV の時の山本さんがもうむちゃくちゃ可愛くて、当時の男子がもうすんごいすんごいよ。めちゃくちゃ可愛いんでぜひ見て。サイズはちなみにフリーサイズ。てか基本グレイルの浴衣はフリーサイズでした。こんな感じですね。やっぱこういうさ、もうすでに作られてるへこびがめちゃくちゃ楽。さっきさ、その1万5000、2万弱とかで買った浴衣とこれの差を考えててんやんか。何が違うのなみたいな。まあ柄とか気に入るか気に入らんかみたいなもちろんそうやけど、なんか薄さも別にそんなめっちゃペラペラなわけではないし、何が違うやろみたいな感じで考えててんけど、見つけた帯。これさっきのグレイルのやつなんですけど、この帯の薄さと2万弱した着物についてた帯、このなんかしっかり度合いが全然違う。これしかも自分で作るタイプやから形とか自由自在にアレンジできるみたいな感じなんですけど、こっちはもう作られた帯やったりとかするのでアレンジは不可みたいな、高級感みたいなのがこう直で見たら分かりやすいなっていう感は確かにある。あんまり変わらんかなと思いつつも、でもやっぱり確かにこういう帯とかでちょっと違いは分かりやすいかも。かわいい。今年みんな花火大会の予定ある？私も全然ないんですけど、私の今年のやりたいことリストの中に日本三大花火に行きたいっていうリストがあるんですよ。ちょっとそれは叶えたい。一個だけ行きたい花火大会。人生で一番すっごい花火を見たくて、日本三大夜景に行きたいな、あ、日本三大夜景じゃないわ。日本三大花火に行きたいなと思ってるんで、ぜひおすすめあれば教えてください。次はですね、こちら。ちょっとくすんだピンク色の浴衣を買ってみました。これが、花柄浴衣セット3999円のピンク色フリーサイズ。このピンクとホワイトのなんか入ってるやつですね。うわ、これもまた可愛い。このなんかくすんだ感じのピンクがたまらん。こちら白の帯でした。はい、これ着てきたいと思います。はい、着替えました。旅館の女将みたいな感じで超良くない？なんか決して浴衣をディスってるんじゃなくて、私の顔が濃いっていう感じなせいでこう女将感がすごいんですけど、着る人が着れば、みんなが着ればめちゃくちゃ映えるとは思うんですけど、例えば私が着たら女将みたいな。10分とか15分とかで髪の毛パパってて着付けしてみたいな感じやから完璧ってほどではないんですけど、だいたいねこんな感じ。なんかめちゃくちゃ大人っぽくなったくない？はい、こんな感じです。後ろはこんな感じ、大人っぽ着物っていう感じですね。はい、かわいい。もしかするとグレールの浴衣全般シワになりやすいかもしれへん。使う前にしっかりアイロンしたりとかは必須になるかもしれへんやけど、待って、成分何入ってんやろ。あ、ポリエステル 100% や、今日のやつ全部。なぜ？シワになりにくいはず。じゃあ。全然違うけど、ポリエステル 100% 使ったら、吸水性が低いから、ちょっと汗かいた時に蒸れやすいみたいなデメリットはあるんですけど、でもシワになりにくいんやって。じゃあ、私の座り方が悪かったんかも。こんな感じです。ホワイトがいいよね。この紐ええわ。なんかさ、この紐1個あるだけでさ、どんな着物にも使えるし、映えるからめちゃくちゃいい。紐1個買っとくのおすすめかも。紐なかったらこんな感じなんですよ。まあ、これも可愛いねんけど、なんか紐あったら可愛くない？はい、ということでグレイルの人気浴衣3種類紹介してみました。いかがでしたでしょうか？どうですか？個人的にはもうめちゃくちゃおすすめ。だって普通に買うとさ、1万円とか余裕で超えてきたりするから浴衣って。だから4000円とかでこういうの買えるのめちゃくちゃありがたい。しかもな、なんか小物とかもグレイルいっぱいいっぱいあったし、浴衣とかもいろんな種類あったりとか、ペアルックとかで着れるような浴衣とかもあったんやんか、友達とかと。だから浴衣とか着て食べ歩きとかできたりとかもするし、むちゃくちゃ使い勝手いろいろあるなと思いました。気になった方はぜひね、グレイルのホームページ見ていただきたいなと思います。ということで5月は浴衣編でした。また来月購入品紹介グレイルしていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次の動画でね。バイバーイ。